アダムズ軍はアメリカ合衆国コロラド州の中北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は44万1603人であり、2000年の36万3857人から21.4%増加した。コロラド州で5番目に人口の多い軍である。軍庁所在地はブライトン州であり、同軍で人口最大の都市は 双音遁主である。軍名は、コロラド州知事を務めたアルバーダムズにちなんで、名付けられた。アダムズ軍の全体が、デンバーオーロラブルームフィールド大都市圏と、デンバーオーロラボルダー広域都市圏に属している。1854年5月30日、カンザス・ネブラスカ法によって、北緯40度線で分けたネブラスカ巡州と、カンザス巡州が創設された。この北緯40度線は、 現在のアダムズ郡168番街にある。後のアダムズ郡は、ネブラスカ巡州と境を接して、南側、カンザス巡州のアラパホ郡北部の退場地だった。1859年、そのアラパホ郡内のサウスプラット川にある、ヘンダーソン島に、ジョン D、カーネルジャック・ヘンダーソンが、牧場、交易基地、及びホテルを建設した。ヘンダーソンは、元は、 カンザスジュニシューレブンワースで雑誌の編集者かつ経営者であり、カンザス東部で行われた選挙違反を告発してきた奴隷制度用語を公言する政治家だった。ヘンダーソンはサウスプラット川トレイルを遡ってパイクスピークゴールドラッシュの近郊原に向かう金探求者たちに肉などの食料を売っていた。ヘンダーソン党は ネブラスカ巡州サンブラントリデとカンザス巡州チェリー、クリークディギングスの間のサウスプラット川では初の高級的開拓地だった。ヘンダーソンは結局カンザス東部に帰り南北戦争では北軍について戦った。今日のヘンダーソン島はアダムズ軍地域公園及びお祭り広場になっている。1861年1月29日、カンザス順州東部が カンザス州としてアメリカ合衆国の州に昇格した。2月28日、残っていた西部は新しいコロラド巡州の一部とされた。11月1日、コロラド巡州はアラパホ軍など11の軍を設定し、さらに1876年8月1日、アメリカ合衆国の州に昇格した。1901年コロラド州議会は、 アラパホ軍を三つの部分に分ける決議を行った。すなわち、新しいデンバー主軍、新しいアダムズ軍とアラパホ軍の残り部分で、サウスアラパホ軍と命名された。その後コロラド州最高裁判所判決、州議会の立法、及び住民投票によって、その最終承認は1902年11月15日になった。ジェームズ・ブラドレー・オーマン州知事がブライトンを、 アダムズ軍の暫定軍庁所在地に指定した。その当初の領域は、東西方向に160マイル、258キロメートル、現在のシェリダンブールバードから、東のカンザス宗教までもの長さがあった。1903年5月12日、東側88マイルの部分が、新しいワシントン軍という魔軍に分割し、アダムズ軍の現在の長さ、 72マイルになった。1904年11月8日、アダムズ軍住人は投票で、ブライトンを高級的軍庁所在地に選んだ。1989年の住民投票で軍内の53平方マイルを計画中のデンバー国際空港のために、デンバー市軍に移管した。このことで、軍西部の人口密度が高い地域に二つの奇妙な、 形の半島部ができた。2001年11月15日に創設された、ブルームフィールド市軍には、軍の北西軍の小部分を渡した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1197.71平方マイルであり、この内陸地は1191.93平方マイル、水域は5.78平方マイルで、 水域率は0.48%である。アダムズ軍は、デンバー市軍に入っている、デンバー国際空港をほとんど取り囲んでいる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2000年時点で進行する、新都数の多い会派は、カトリック教会6429人、福音主義系、プロテスタント25552人、 モルモン教6808人となっている。ブライトンにあるアダムズ軍庁舎、アダムズ軍の公共教育を管轄する教育学区は以下の通りである。ありがとうございます。